私、坂部の父が、ここで創業したのが、戦後ここ神戸阪急三宮の繊維街で、起業しても60年になります。かなりの、数あったこの生地小売店なんですけどね、今現状はもう私の父がやってるこの店のみという形になってます。在庫の数ですね、しかもその内容がね、あのヴィンテージという、まあ、名前をつけてもいいとは思うんですけどね、高級紳士福祉というのに特化して、父が、まあ、仕入れてきたという商品が、まあ、現存していると。本当の意味でいい生地でいい仕立てでっていうのができるのは、まあ、今のところ、まあ、口はばった言い方ですけども、私どもの生地を使っていただき、それでまたオーダーメイドという形で作っていただくということがね、本当の長く服を着ていただける一生ものと言っても過言ではないんですけどね、そういうものだと自負はしてます。このいい生地で仕立てて作るという、まあ、このね本当の意味の本物を知っていただきたいなと思ってます。まあ本当に今日本に現存するの中ではね、なかなか手に入らないものが多いんでね、実際もともとのロンドンであるとかミラノであるとかと作られている生地メーカー、ここがね日本には入ってきてない、もしくはもう現メーカーが作ってないという生地が多いので、まあ、奇跡的というか、まあ、うちの父がきちっと今まで大切にいいものを集めてきた中でね、それが、まあ、ご披露できるということ、これが、まあ、一番の、まあ、喜びであり、まず見に来ていただくことだけでもねいいと思います。この生地に触れていただくということで、本物を知っていただくということ、それはもう我々には上の方、年代的には上の方はもちろんそれは、まあ、よく分かっていらっしゃる方が多いんですけど、今の若い方にはぜひ本物をね見ていただきたいなと思ってます。生地によってはね、本当に高級生地、まあ、言われるだけあって、過去来はお仕立て上がりいくらという形、もうそれがもう百貨店さんであれば、例えばカシミヤの生地で使ってるからとか、ね、スーパー150以上の生地で使ってるかということで、それを50万、100万 C ではね、っていうお仕立て上がりの値段になってました。これには生地代、仕立て代込みの値段と、またその売ってらっしゃるお店の、まあ、もちろんマージンも含めてですけどね、そういう金額だったんですけど、今はもうテーラーの長田さんとこう使わせていただいてますけど、もう仕立て代は決まってます。で、生地代もおそらく過去、まあ価値は変わらないんですけども、今の値段っていうことに関してはね、かなりリーズナブルな値段に提供できると思います。まあお仕立て上がりでデパートさんなんかが売ってた時代にですね、定価が大体まあ50万から100万っていうものが、まあ生地代も踏まえて仕立て代も入れてももちろん値段ですけども、そちらで売られた値段からおよそ3分の1の値段では提供できると思ってます。ますますこの神戸の三宮の発展とね、神戸の 最高、まあ、20年は経ちますけども、ますますね三宮元気にならないことにはね、先は神戸の、ね、再開発もないと思ってます。でその中で私もこの飲食というものも、まあ、並行してやってますけども、まあ、それは私がまあ東京に20年いてましたけどね、その時に神戸に戻った時に、まあ、あまりの人とかも変わるように、まあ、飲食関係の店も踏まえてですね、そこの中でなんとか我々のような年代の、まあ、若い方ももちろんいいんですけども、くつろいで遊べる、でいい服を着て飲んだり食べたりできるところっ
ていう場所も提供したいなと思って、まあ、並行して、まあ、ビストロビーカーさんという店もやってますけども、まあ、あのファッションというのはもうやはり嗜好品の中の一つだと思ってますからね、まあ、それにあの食事お酒そういうこともあの一つの、ね、ライフサイクルの、 あのスタイルとしてね中で重要なことだと思ってます。まあ、あの決してねあの高価だからあのとかそういうことではなくてねあの本当に価値があの相対的にちゃんと見えるものこれはやっぱり一生ものという形になると思いますしね。でそれを着てどこに行こうかとかっていうねあの精神的にも、まあ、自分の気持ちの方持ち方によると思いますけどそういうことであのよりね活性化した、まあ、我々のは年代以上の方も踏まえてあのいいあの人生設計をねしていただきたいなと思ってますね。くつろぐこと、ね、落ち着ける場所っていうことが、まあ、あのテーマなので、まあ、あのちょっと場所的に言えばね阪急三宮駅西口の2階っていう、ね、なかなかちょっと皆さんもあの神戸の方ですら上がられたことない方も多いと思いますけどねちょっとあの隠れ家的な要素が多いんですけどもあのぜひそういうあの店の、まあ、来ていただいてねこういう雰囲気の店があるんだと思っていただければ幸いですね。それぞれ の、 あのテーラーさんですよね仕立て屋さんの数ももちろんあの減ったということもあります。まあ、その中でねあの逆にあのこういう希少価値のあるもの本当にいいものっていうのを探されている方がねお困りになっているとは思いますのでねこのまあ、もしこの形でね映像をご覧になってこういう記事があると欲しかった記事がこういうものだとかっていう、まあ、あのご質問とかお問い合わせというのを踏まえて、ね、あのこちらの方でお答えをさせていただきたいともしくはあの、まあ、近距離の方であったら特にあの来ていただいて直接記事に触れていただければと思っております。